いやー、僕たち一生分の運を使い果たしちゃったかもしれないな。確かにね。まさか抽選で新しい絵が無料でもらえるなんて。それも新築だもんね。それでその家はどこにあるのかな。もしかしてなんだけども、あのおくんとまーちゃんの後ろに見えるあの白い大豪邸じゃないの。そんなうまい話がこの世の中にあるなんて信じられない。めちゃくちゃ綺麗で、なんだかお城みたいだね。庭には遊具もあるぞ。本当だ。この家の持ち主にふさわしくなれるようにスーツを買った方がいいかもしれないな。だね。それにしてもこんないい家がタダでもらえるなんて本当ラッキーだね。よし、それじゃあ早速中に入ってみようよ。どうやらこの人がお家を譲ってくれる人みたいだよ。この家じゃないって言ってるね。え、どういうことですか。確か村から一本道にあるって聞いたんですけども。話が違うじゃねえか、シー君。いやいや、僕に言われても困るよ。早くスーツまで買うとこだったよ。でも、この家がもらえるのは間違いないみたいだけど、あっちのボロ家で24時間過ごせたらの話みたいだね。あくまで俺たちの今持ってる権利は、その家がもらえるゲームに挑戦できる権利みたいだよ。なんだ、騙されたかと思ったけど、この家で24時間生活しただけで、あの新築の一軒家がもらえるなんて最高じゃん。だね、見た目はちょっと古いけど、ただの普通のお家だもんね。ただ24時間過ごすだけじゃなくて、ミッションがあるみたいだね。ミッション？どうやらこの本にやることリストが記されてるみたいだな。時間に合わせてリストに書いてる内容を達成しろって言ってるね。なんだかよくわからないけど簡単そうだし、早く入ろうよ。それじゃあお邪魔します。このゲームが開始されたら一歩でも外に出るとゲームアウトみたいだよ。ゲームアウト？ゲームオーバーの間違いだったね。まあまあ24時間ぐらい一歩も出ないなんて楽勝だよ。よし、それじゃあお邪魔します。ガルマガル、ギリギリセーフ。何いきなり出ようとしてんの、このポンコツ。一歩でも出たらもうゲームオーバーなんだよ。何？ただ人類の友達がいっぱいいるだけじゃないの。違うよ、これは友達じゃない。暗黒の世界から降臨するブラックダイヤモンド。そんなゴキブリだ。それにこれ1000体はいるんじゃないのって言われてる。本当にここで24時間生活しないといけないの？新居いらないの？欲しいけど。今日やるしかないよね。なんてこったい。この取扱説明書にもゴキブリ屋敷って書いてあるからおかしいなと思ったんだよ。二人とも頑張れよ。そうはさせないよ。俺らたち二人で頑張ったら新居の部屋二人占めなんじゃない。やるほど、それはいいかもしれない。冗談だよ、僕も混ぜてくれよ。我にハマったようだね。やられた。この家に24時間住みたくないって思った君は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。だけど24時間生活って一体いつまでここにいたらいいんだろう。というか今何時なんだ。今はまだ朝の9時みたいだね。それにアラームが鳴ってるみたいだよ。どうやらこれがミッションスタートの合図みたいだね。一つ目のミッションは一体どんなものなの。ちょっと見てみようよ。あれ、どれどれ、やることリストが書いてあるぞ。9時はどうやら食材の調理みたいだな。ってことはキッチンに行かないといけないね。キッチンはどこにあるのかな。見渡す限りゴキブリがいて、どこがキッチンかちょっとよくわからないな。これとりあえず片っ端からドアを開けていったらいいんじゃない。ていうか動きにくいし全滅させる。確かにそれなら快適に24時間過ごせそうだもんね。いやいや、それならさっきの管理人さんが絶対に駆除しているはずだし、このゴキブリたちはわざと生かしてるんだよ。もしかしたらまだ何かルールがあるのかもしれない。ちょっともう一度説明書を読んでみよう。どうやら2ページ目があるみたいだな。やっぱり注意、ゴキブリを殺したらゲームオーバーって書いてある。なるほど、しっかり考えられたゲームってことか。そう簡単に新居は渡せないってことだね。じゃあまずはキッチン探しだね。ここは何なのかな。大釜みたいなものがあるし、ここキッチンなんじゃない。バラー君、ここはどう見たってトイレじゃないの。なんだ、トイレか。それじゃあキッチンとは違うし別のとこを探してみようか。それならこっちの扉かな。
どれどれ？で、待って待って、まーちゃん。こっち、これキッチンじゃないの？ああ、ほんとだ。あからさまにキッチンだね。なんで誰も気づかないの？ほんとポンコツなんだから。ゴキブリが多すぎて見えにくかったからね。とにかく、キッチンを見つけたんだし、急いで調理を開始しないと。確か、一つ目はみんなで調理って書いてあったけど、食材とかも何も持ってきてないよね。そのチェストの中に何か入ってるんじゃない？うわぁ、しっかりと。チェストの上にもゴキブリがいる。こっそり開け、ポッピン。どうやら中には、いろいろな食材が入ってるみたいだ。それじゃあ早速調理していきますか。って言っても何を作ったらいいんだろう？卵に玉ねぎ、それに牛肉、おばつゆに、うどんがあるな。だけど一人前しかないや。ってことは、ミッションできないじゃん。クリアできないようには作られてないと思うんだけども。で、待てよ。ここに石臼がある。それに小麦が入ってた。もしかしたら、これを使えば、3人分のうどんを作ることができるかもしれないぞ。じゃあ早速、チャレンジしてみようよ。なれ、まずは石臼の中に小麦をセット。これでよし。これで一体どうなるの？麺生地を作るようも。小麦を作ることができるんだよ。なるほど。そろそろいい頃かな。うんうん、これだけあれば十分だ。続けて同じように石臼に丸石をセット。丸石を引いたら何になるの？そりゃ石ころでしょう。絶対いらないよね。不思議だね。と、不思議なことに丸石を引くことで、じゃん、できたぞ。塩の完成だ。石の中にも塩分が含まれてるってことか。それじゃあ次は一体何をしたらいいんだろう？こうやってこうして最後に水を加えればうどん生地の完成。よし、じゃあそれを早速切って茹でればいいってことだね。まあちゃん、何言ってんの。うどんはコシが大事なんだよ。ということは、うどん生地をここにこうやって。ちょっと待って、カシー君、何しようとしてる？まさかこの上にその生地を置こうとしてるんじゃないだろうね。衛生的にバッチリからね。ナイスだよ、マノケ。危うく混ぜ合わさるところだった。いざつ混入どころの騒ぎじゃないよ。よし、それじゃあ気を取り直して、あれ、あとはうどん生地に腰を出すために、とにかくバラ君踏みまくるんだ。この生地を踏んでこねればいいってこと？そういうことです。よし、こねまくるぞ。しっかり腰が出るようにたくさん踏んでね。やっぱりうどんは足で踏まないとな。はあ、はあ、疲れるな。それじゃあまーちゃんはバナオくんがこねてくれている間に、そこの包丁を取って。ま、まるー、これかな。うどんを切るのは難しいからな。ここは料理上手のまーちゃんに任せた。よし、それじゃあバナオくん、最後のもう一踏ん張りお願いします。え、ほら見てよ、うどん生地にいい感じのコシが出てるみたいだ。ほんとだ、だいぶきめ細かくなったね。これは美味しそうだね。それじゃあ均等になるようにしっかり切っていくよ。めーん、へい、お待ち、これでいいかな。やったぞ、みんなの協力プレイで生うどんが3つもできた。これで3人前もできそうだね。だけど茹でるためにはどうしたらいいんだろう。これはもちろん、まずは蛇口をひねって水を用意して。よし、水が溜まったみたいだね。あとはきれいな水を回収して、鍋の中にセット、壁にかけてある吸湿石を使ってお湯を沸騰させていくぞ。おお、グツグツしてきたね。あとは仕上げに、みんなで作ったうどん生地と玉ねぎ、そばつゆ、牛肉、そして仕上げに卵。よし、できたぞ、大盛りうどん6人前。わー、一束1人前かと思ったら一束2人前だったんだね。まあ食いしん坊のオイラたちにはちょうどいい感じでしょう。これからやることもたくさんあるみたいだし、しっかり食べて体力つけておかないとな。うん、これでミッションはクリアだね。ってあれ？アラームが鳴り出したみたいだよ。ルージになっちゃったみたいだね。次のミッションは一体何なんだろう？ちょっと確認してみよう。どうやら10時はみんなで食事をするみたいだな。なんだ、超簡単じゃん。食事ってことはこのダイニングテーブルで食べればいいだけだよね。よし、ちょっと机の上をきれいにするよ。少しの間下で待っててね。さすがにこの子たちがいたままじゃ食べられないからね。よし、それじゃあテーブルもきれいになったことだし、早速熱々のうどんをいただきますか。なんかすごく求めてきてる子がいるね。もしかしてみんなでって。え、まさかこの子たちも一緒にってこと？なんで大盛りうどんがこんなにたくさん必要なのかと思ったら、そういうことだったのか。この家に行く年行ける全ての生物で食べろってことか。ほんと、せっかく作ったのにしょうがないな。ちゃっかり着席しちゃってるしね。しっかり食べるんだぞ。うんうん、なんか可愛く見えてきちゃったよ。それじゃあお手を拝借。いただきます。ご
ごちそうさまでした。で、ちょうど11時になったのかな。ということはまた次のミッションがあるってことかな。アラームが鳴っているっていうことはそう見て間違いなさそうだな。なんて書いてあるの。11時は皿洗いみたいだな。なんだ簡単じゃん。普通の生活とそんなに変わりないな。それじゃあこのミッションはサクッとクリアしようよ。言っても洗剤とかはこの家あるのかな。さすがにキッチンに洗剤くらいはあると思うんだけども。で、これとか間違いなく洗剤だよ。よし、それじゃあ早速この石鹸水を使って食器を洗っていこう。で、ちょっと待てよ。一体どうしたの。ゴキブリは頭重いでも死なないって言われるぐらい生命力が強いんだけども、弱点があって、それは洗剤なんだよ。わー、殺してしまったらゲームオーバーになるって言ってたし、気をつけた方がいいんじゃない。誰、羽にちょっとでも当たると呼吸ができなくなるらしい。細心の注意を払ってお皿を洗っていこう。一滴も落とさないように気をつけないとね。これだけ大量にいるからゴキブリも飛んできちゃうかもしれないよ。え、ゴキブリの何が怖いって、あの予測不能な動きなんだよな。言っても一匹ぐらいいなくなっても気づきはしないでしょう。確かにな、天体以上いそうだし。そんなに見た目も変わんないしね。ちょっと大きさが違ったりするぐらい。まあ見分けはつかないよね。それでは石鹸水投入。え、待って、なんだかゴキブリが近づいてきているぞ。しょうがないな、ちょっとあっちに寄ってて。踏んじゃうよ。よし、これでいい感じだね。ああ、スバナー君、これでゆっくり洗えそうだね。それじゃあオイルは洗うものも持ってなかったし頼んだよ。よし、これで全てのお皿を洗い終わったぞ。それじゃあちょっとゆっくりしますか。またアラームが鳴り出しちゃったね。12時からも何かミッションがあるのかな。もしかしてまたご飯のミッションかな。ちょっと確認してみようよ。なんで食べたばかりなのにご飯のミッションだと思ったんだろうね、この子は。食べ物のことしか考えてないんだろうね。ほんと食いしん坊なんだから。で、どうやら12時から14時まではみんなで遊ぶお楽しみタイムみたいだ。このみんなっていうのは、このみんなかな。この子たち普段一体何して遊んでんのかな。っていうか、むしろ遊ぶっていう概念持ってる。ゴキブリは虫の中でも高度な知能を持っているからな。ほら、言ってたら近寄ってきたぞ。よし、それじゃあ追いかけっこでもするか。なあゴキブリ。ああ、逃げてったね。どのゴキブリがさっきのゴキブリかわからないぞ。本当だね、全く見分けがつかないよ。いうことは鬼ごっこかと思ったけど、かくれんぼってことか。これはどうやら心の目を使って戦う必要があるみたいだね。目で追ってたら絶対見つからないから、ここは目をつぶって。よーし、見えてきたぞ。心の目で見えてきた。ここだ。誰が誰がゴキブリやねん。違ったか。おかしいな、オイラの心の目にはここだと思ったんだけど。まったくバナオくんはちゃんと全集中しないと。よーくよーく神経を集中させて研ぎ澄ませて。ここだ。誰がゴキブリやねん。私も間違えてたか。同じくなりやるよ。ここでは信じてる方がいいみたいだね。待て待て、ゴキブリサイモン捕まえちゃうぞ。どれがゴキブリサイモンか分かってるの。ゆうか、なんか聞いたことあんな。気のせいかもしれないけど、またアラームが鳴り出したみたいだね。せっかく楽しんでたのに、タンジにはミッションがあるみたいだよ。一体次は何のミッションなんだろうね。せっかく楽しくなってきてたのに。どれどれ、どうやら15時はおやつのティータイムみたいだな。って言われましても、キーなんかないしね。いや、待てよ。確かチェストの中に何かそういったものが入ってなかったっけな。ちょっと確認してみる。いらけ、ポッピン。やっぱり紅茶の茶葉が入ってる。他にはスパイルや何かいろいろ入ってるな。それじゃあティーは作れることは分かったけど、やっぱりティータイムといえばあれだよね。お供のお菓子もいりますな。だけど入っていたのは草に竹、それに桜の葉っぱだぞ。ただのゴミカスじゃん。ちょっと待って、大事なこと忘れていた。そういえば調理するときにお米を取り出していたんだった。って言ってもそれが何か使えるのかな。お米のもちもち感を生かしたスイーツを作るしかなさそうだな。なんだか和風な匂いがするね。紅茶とは合わないかもしれないけど、ちょっと一度試してみよう。まずはどうするの？テストの中に入っていたこのスパイル、蛇口みたいなものをきっとここに取り付ければ、おお、何か蜜が出てきてるね。やっぱりだ。
これはメープルの木だから、メープルシロップを絞り出してるんだよ。なるほど。それで、メープルシロップとお米はどう関係してくるんだろうね。お米はこのままだと使えないから、まずは一度鍋で炊かないとな。水を鍋にもう一度入れまして、もう一度着火するぞ。いい感じにお米が炊けそうだね。あとはここにお米をこんな感じでセットすれば。かわいい香り。美味しそうだご飯だね。で、そうこうしているうちにメープルシロップも溜まってきたみたいだな。あとはこいつをこんな感じで取り出して、炊きたてのご飯と甘いメープルシロップを鍋で合わせていくぞ。まずはご飯をセット、あとは取れたての甘いメープルシロップに桜の葉っぱ、草に竹を入れればできたぞ。三色串団子の完成だ。ついでに桜の葉を抜くと、みたらし串団子、美味しい和菓子の出来上がり。それじゃああとは紅茶だけだね。紅茶の作り方はとっても簡単。同じように熱したお湯の中に紅茶の茶葉とコップを入れると、できたぞ。熱々の紅茶の完成だ。わー、飲み物におやつも揃って、これでティータイムが楽しめるね。そうだね。ゆうか、一応確認しておくんだけど、もしかしてこれもみんなで分けないといけないのかな。いや、だけど取扱説明書にはみんなで食べるなんて書いてなかったし、僕たちだけで食べてもいいんじゃないの。それもそうだよね。それじゃあ早速座ろうよ。今はまだ気づかれてないみたいだし、早い者勝ちだ。だね、かなり大量に素材が入ってたみたいだから。へぇー、バレバレだったみたいだね。やっぱり待ってたか。ほんとしょうがないな、食いしん坊なんだから。ほんと、どっかの誰かさんみたいだな。どっかの誰かさんって誰だろうね。まあとにかく、お手を拝借、お耳を拝借。いただきます。で、ゆうか、今気づいたんだけども、この家、監視カメラが設置してあるぞ。わあ、本当だ。それも結構な数あるみたいだね。どうやら管理人さんがどこかで僕たちの行動を監視してるみたいだな。ミッションをサボってないかどうか、外に出てないかどうか、そしてゴキブリを殺してないかどうか、しっかり確認されてるみたいだね。あぶねえ。今のゴキブリにお菓子あげてなかったら、もしかしたらゲームオーバーになるところだったかもしれないな。みんなでって書いてなかったって抗議するとこだったね。まあとにかくゲームオーバーにはなってないみたいだし、ティータイムを楽しむとしますか。緑茶じゃないとちょっとあれかと思ったけど、意外とあるね。うんうん、美味しい。あー、美味しかったね。みんなもご機嫌そうだよ。すごいよ、バナオくん。ゴキブリと時間を共にしてきて、感情までわかるようになってきたんだね。うん、適当だけど。適当なんかい。で、またアラームが鳴ってるみたいだよ。いつの間にか16時になっていたのか。またミッションがあるみたいだけど、次は一体何なんだろうね。わからないけど、この調子なら24時間楽勝そうだな。どうやら16時はお風呂みたいだな。入浴剤が必要って書いてあるぞ。よし、それじゃあお風呂に入るとしますか。で、お風呂どこなの。こっちはトイレだったから、こっちなんじゃないかな。だけーポピー。うんうん、お風呂みたいだね。うわー、すっごい色のお風呂だね。これ、入浴剤でなんとかなる。うわー、気にすんなってことなんじゃないかな。それより大事なのは、入浴剤がどこにあるかってことだよね。これは石鹸みたいだし。他に入浴剤らしきものは見当たらないけどな。その棚とかに入ってるんじゃないの。で、うわ、中はゴキブリの巣になってる。もしかして他の棚もそうなってるのかな。で、ゴキブリの中に入浴剤が取り残されてる。雑食とは聞いてたけど、まさか入浴剤まで食べてたなんて。いや、食べてるかどうかは分かんないか。まあ分かんないけど、ゴキブリなら食べてそうではあるよね。まさかマーちゃん、その溺れたゴキブリを救出するつもりかい。そうだよ。だってなんだかちょっとかわいそうになってきちゃうじゃないの。よいしょよいしょよいしょ。それじゃあ俺も手伝うよ。よいしょ。ナイスだよ二人とも。それじゃあ早速入浴剤を中に入れてみよう。タレーン。おお、見た目だけはすごく綺麗になったね。清潔感満載だよ。どこに売ってあるの。
さっきの入浴剤ちょっと高そうだけど、あるに越したことはなさそうだね。とにかく安らぎのタイムを楽しまないと。うーん、すっきりしたね。ついつい長風呂しちゃったな。最高の入浴剤だったからね。で、アラームが鳴ってるみたいだね。もう5時になってるみたいだよ。あら、無駄に長風呂しちゃったわ。無駄に急いで来ちゃったよ。なんかすごい重要なこと言うのかと思って。ちょっとアラームにかけたかっただけさ。それで次のミッションは何なんだろうね。よし、早速確認してみよう。どうやら17時はトイレ、髪を補充って書いてある。なんだ、大したことなさそうだね。だね、トイレットペーパーを補充っていうことでいいのかな。みたいだね。それならサクッと済ませそうだよ。とりあえず入ってみるよ。髪を補充、髪を補充、髪はどこにあるんだろうな。というか髪足りてるんじゃないの。うん、足りてるみたいだね。いや、こっちを見てよ。こっちのトイレットペーパーはすっからかんになっちゃってるみたい。え、そこ髪いるの。いや、必要はなさそうだけどね。もしかしたら毎日この時間に髪を補充してるっぽいし、食べてるのかもしれないね。知らんけど。ゴキブリってトイレットペーパーも食べるのか。まあ、人間の髪の毛とかも食べるみたいだし、鼻くそとか。それなら髪くらいは食べそうだね。そんなに驚いてないんだね。結構ショッキングなんだけど。とにかく髪探してみようよ。また棚とかに隠されてるんじゃないの。で、やっぱりここもゴキブリマンションになってる。もしかしたらバナオクの言う通り全て食べられた後なのかもしれないぞ。で、ビニール袋に包装されて無事なトイレットペーパーが大量に残ってる。とにかく一つここにつけてみよう。かねん。ふぅ、補充もできたし、これでミッションクリアかな。みたいだね。それじゃあちょっとゆっくりしますか。あー、24時間チャレンジ終了まであと32時間か。長いなー。またアラームが鳴ってるみたいだね。次のミッションは一体なんだろうな。って、電気をつけるって書いてあるけど。電気なんてどこにあるの。確かにこの部屋どこにも電気なんてついてないけど。だけどクリアできないようなミッションを書いてあるわけないし、どうこの家のどこかに隠された電気があるんだよ。隠された電気ってなんやねん。いや、それはよくわかんないけど、トイレにも電気はないな。もしかしてまだ1階も上がってない2階にあるのかな。え、ついに行っちゃうの。2階ってさ、なんだか数多そうだよね。階段にもこんなにいるくらいだからね。すごいことになってるね。言っても1階と一緒くらいかな。あ、確かにすごい数ではあるんだけどね。だけど電気なんてないよ。あるのは蜘蛛の巣くらいかな。え、あそこの角、ちょっと見てみてよ。わー、電気があるね。あの電気をつければいいってことか。え、でもスイッチはどこにあるんだろうな。わー、ここ見てよ。すごい集合してるけど。物好きな人たちもいるもんだね。あそこじゃないか。え、ちょっと待って。ここに見えるのって、電気のスイッチじゃないの。もうほんとだ。大量のゴキブリの下になってて、どうぞ。いや、さすがに慣れたと言ってもな、素手でゴキブリを触るっていうのはちょっとな。ババナーくん、よいしょ。何言ってるの。これだけ長いこといるんだから、ほぼブラザーじゃん。それじゃあちょっとこれは切っておくから、2人は早くブラザーになっちゃうのよ。ミッション達成できないよ。いや、これ一人一人つけなきゃいけないの。こんなところでまでみんなでなのかな。それなら勇気を出して、よし、これでブラザーだ。え、ずるい。なかなか頭脳プレイだね。私何も持ってないよ。勇気を出しまして、えい、またつけちゃった。なんでつけないと。もう一回。なんてこっちゃんだよ。これでいいのかな。意外と電気はついたみたいだし、いいんじゃないのかな。それにしてもちょくちょく気になってたけど、この家やっぱりゴミとか放置しすぎてるんじゃないの。だからこんなにゴキブリが湧いてるんだよ。蜘蛛の巣も張ってるみたいだし、全然使われてない場所だったりしたのかな。まあこれだけ古いし使ってはないんだろうけど、
でもゴキブリを殺すなって書いてあるぐらいだし、もしかしたら飼ってたりしてね、知らんけど。え、またアラームが鳴っちゃってるよ。電気のスイッチ探してたらいつの間にか1時間経っていたみたいだな。次は7時のミッションか。一体なんだろうね。どうやら19時のミッションはゴミ掃除みたいだ。ちょうどゴミの話してたけど、わざと置いてたわけじゃなくて、めんどくさくて置いてただけみたいだね。それじゃあ目の前にあるし、早速掃除していきますか。回収回収。一体何個あるんだろうね。確か2階にもあったはずだからな。お、やっぱりキッチンにもゴミ発見。じゃあこのまま2階に上がっていってみますか。2階は結構たくさん数があった気がするな。階段の踊り場にも1個発見。これで3つか。あといくつあるんだろうね。で、結構2階にはあるな。この角に1個と、1個っていうか、1セットかな。1つで3個あるからね。これで5個目回収。よし、終わったみたいだね。それじゃあ下に降りてゆっくりしますか。待て。ここにまだゴミが残ってるぞ。6個目回収。ってことはもしかして、こっち側にもあったりしてね。ないなぁ。いや、どこに目ついてる？あ、ごめん。ついつい、夕日に見とれちゃってたよ。7個目回収。これでさすがになくなったんじゃないのかなぁ。なさそうだね。ゴキブリたちが逃げ出さないように、しっかりこのドアは閉めといて。まるでゴキブリの子守みたいだな。じゃあ一旦これはカッシーくんに集めたらいいのかな。だね、カッシーくん、ちょっと持っててよ。仕方ないな。よーし、お願いします。はいよ。ってゴキブリやないかい。あー、バナオくんのせいでいつまで経ってもゴキブリを触った時の感触が忘れられないよ。あ、オイラとマーちゃんもスイッチ押すときに触っちゃったもんね。これでおあいっこだよ。でもまたアラームが鳴ってるみたいだけど。8時になっちゃったのか。こんな時間になってもミッションあるの？やることを確認してみよう。20時のミッションは、クモ退治って書いてあるぞ。そういえば2階クモの巣張ってたもんね。それに暗くなるから、モブが現れてもおかしくはないな。でも、素手でクモなんて倒せるのかな？確かになかなか厳しいかもしれないけど、私たち武器も何も持ってきてないよ。とは言ってもな、何か作れそうなものがあるわけでもないし。ついでにこのクモの巣も取っておいた方がいいんだろうから、ハサミとかでも作れたらいいんだけどね。とは言ってもな、家から一歩でも出るとすぐにゲームオーバーになっちゃうし。何か使えるもんないかな。いや、さすがにこの辺りにはないでしょ。あの木とかは使ったら怒られちゃうかな。いやー、それはかなり。バラ君もう行っちゃったよ。いや、でも確かに家からは出てないね。まだ屋根の上だからね。ここから先はちょっとドキドキしちゃうよね。ゲームオーバーにならないのか。そこに監視カメラがあるみたいだから、しっかり今オイラたちの行動を見られてるようだけど、どうかな、行けるかな。試しに一歩だけ出てみる。そうだね。チラッ。あれ、何も起きないね。おー、セーフ。もしかしたら地面に降りなかったら大丈夫なのかもしれないね。なるほどね。そうと分かれば、木材さえあれば雲と戦うための武器を作ることができるぞ。監視カメラも異常ないみたいだし、無事に木材もゲットできたし、それじゃあ早速急いで武器を作ろうか。まずは松の原木をこうやって木材にクラフト。あとはこうやって作業台を作って、さらにこの作業台を使って木材をこうにクラフトしていくぞ。それでよし、最後にこうと木材をこうやってこうすればできた。火の剣の完成。でも、クモはどこにいるんだろうね。確かにゴキブリは大量にいるけど、クモは全然見当たらないね。いないならいないでラッキーなんじゃないの。あそこにある巨大なクモの巣も取っておいた方がいいのかな。そうだね。うわ、急にクモが出てきたよ。バラ君、武器を使って倒すんだ。ある。よし、一気に倒せよ。ナイス。うわ、無事に倒せたね。ゴキブリを倒しちゃうんじゃないかと思ってキラキラしたよ。この精密な動きができるっていうのがマインクラフターの務めだよね。
よう分からんけど。どうしたくらいで、いっちょ前なこと言ってんじゃないよ。だけど、どうやらこの巨大な雲の巣は近寄ると雲が発生するみたいだな。そうみたいだね。ということは、少し離れた場所から雲の巣を壊さないといけないね。よし、しっかり壊していくよ。ナイス。これでゴキブリさんも雲に食べられなくて済みそうだね。よし、それじゃ雲がスポーンする原因も壊したし、そろそろ寝る準備をするとしますか。そうだね。でまたアラームが鳴ってるみたいだよ。しまった、クラフトとかしてる間についつい時間が経っていたみたいだな。ああ、もう9時なのにミッションがあるなんて。21時、家畜の世話かっこ繁殖って書いてあるぞ。家畜の世話って朝来た時からずっと気になってたんだけど、この子たちのことかな。主張が激しいからね。だけど繁殖もしないといけないのか。となるとムッシュルームの餌が必要だな。餌っていうと小麦とか。小麦はチェストから回収したから持っているけども、これを与えればいいっていうことなのかな。わからないけど、ちょっと与えてみようよ。家からは出ないように気をつけてね。そういうことです。まずはこの子に、ハヌー。ちょっと難しいな。ちょっとごめんね。ハヌー。小麦を持ってるオイラに近づきたいのはわかるけど。よし。何やってんの？そりゃ危険だから。この窓の判定が難しいんだよ。でも小麦をちゃんと食べたみたいだよ。ということは、あと1頭に餌をあげればいいのか。お、ちょうどこっちの窓の近くにいるみたいだね。まーちゃん、ちゃんと餌あげれるかな。よーし、あげますよ。ねえ、お、あっちに行ったみたいだよ。どうなってる？わー、繁殖に成功したみたいだね。こっち側にちっちゃいムッシュルームが生まれてるよ。どれどれ。おお、おお、めちゃくちゃ可愛いじゃないの。うんうん、無事にミッションクリアみたいだね。眠たくなってきたな。だね、私もなんだかうとうとしてきちゃうよ。今一体何時なんだろうなって。ちょうどアラームが鳴り出したみたいだね。もう10時なのに。一体どんなミッションなんだろう。22時のミッションはベッドで就寝って書いてあるよ。わー、ラッキーじゃん。寝るだけなんだし、早く寝ようよ。まるーって、あれ、ベッド？え、ベッド？どこにあるの？そういえばこの家、2階にもベッドなかったよね。もしかして俺がベッドなんじゃ。なわけないか。これただのソファーだからな。ってことはベッドを作れってことかな。いやいや、ベッドを作れって、ベッドを作るためには木材と羊の羊毛が必要なんだよ。だけど家畜はムッシュルームだし、どうやっても作れっこないぞ。今度こそ無理なミッションが来ちゃったんじゃないの。羊毛か。羊毛ね、あの辺まで手が届いたら羊毛が手に入りそうだけど、手は届かないよね。だね、あんな目の前にたくさん羊さんがいるっていうのに、なんだかもどかしいな。家から一歩でも出たらゲームオーバーだからな。どうにかしてあの羊たちをこっちに近寄らせることができたらいいんだけど、買えるものといったら木の剣に糸、それに小麦と木材ぐらいだし。え、ちょっと待てよ。さっき蜘蛛の巣を壊した後に回収したこの糸を使うと、あれが作れるかもしれないな。あれってどれ？まあいいからいいから、ちょっと二人ともついてきて。木材をこうやってこうやって、棒の完成。あとは棒と糸をこうやってこうすれば、できたぞ。釣竿。なるほど。釣竿で羊さんたちを引っ張るってことか。そういうことです。それじゃあ二刀流で行くぞ。窓から呼んだらちょっと大変そうだから、こっからチャンスタイムみたいだよ。ミッションじゃないの。よし、行けすぎて。しっかり内側に入れないと、まとめて外に叩き出してしまいそうだ。痛い。窓ちゃん、羊と間違いやすい格好してるんだから気をつけて。よし、で、窓ちゃんがちょうど入れようとしてるみたいだね。これでいいんじゃないでしょうか。いただき。それじゃあ次は木材を集めに行かないとね。あれ、それにしても家から出られないっていうのはなかなかハードだね。どうせならさっきまーちゃんを引き止めずにもう少し原木買っておいた方が良かったな。確かにね。
まあまあこれだけあるんだし、すぐ回収できるでしょう。奈落の線気をつけてな。なんか落ちそうでちょっと今ヒヤッとしちゃったよ。木から登れなくなっちゃうかもしれないから気をつけてよ。確かに大丈夫、帰ってこれる。あ、帰ってこれるみたいです。ついつい掘ることに夢中になっちゃってたね。だけど大変だ、徐々に足場が減ってきてるみたいだぞ。でも家の裏側まで木がいっぱいあるみたいだから、なんとかなるんじゃねえかな。なんてこって、マナオくんの方が一歩先を行ってたみたいだね。まあ時代を作るバナナってよく言われるからね。聞いたことないよ。そうか、でどれぐらいいるんだろうか。原木が2つ。よし、私は今カッシーくんに3つ渡したからもう大丈夫なんじゃないのかな。オイラも6個あるし 100% 大丈夫だね。あり余るくらいだね。よし、それじゃあ早速作業台を使ってベッドをクラフトしていくぞ。まずは原木を木材にして、木材と溶岩をこうやってこうすれば、やった、できたぞ、白色のベッド。うー、これで寝られるね。それじゃあ次はポジションを探していかないと。ちょうどゴキブリさんがいないここにしようかな。いいところがあるね。それじゃあ私もここに見え。それなら僕はここだ。それじゃあおやすみ。おやすみ。その寝方息大丈夫な。おやすみ。よく寝たなって。ゴキブリ、マーちゃん、バラ君、起きてって。起きた。どうしたのゴキブリ大滝で。どうしたもこうしたもゴキブリだらけだし、マーちゃんがこのゴキブリを足で敷いていたんだよ。なんだ、足がムズムズするなって思ってたけどゴキブリだったのか。いや、ゴキブリだよ。正気？結構長いこと一緒にいるからね。なんなら夢の中でもずっと一緒にいたし。うんうん、カッシーくんの声が大きすぎて飛び起きちゃったけどね。一日寝ちゃったことでゴキブリの恐怖心がまたリセットされちゃったよ。なんておぞましい家に僕たちは寝泊まりしているんだ。って、あれ？またアラームが鳴ってるみたいだけど。朝にもミッションがあるのか？8時みたいだけど。まだミッションあったっけな？ 2 ページ目なのかな？って、ん？ラストミッション？ G キングを探し出せ。G キングって何？ゴキブリザイモンならわかるけど。いや、もうわからんか。わかんないね。だけど、そんな感じで名前をつけてる子を探し出せってこと？いや、無理だよね。ゆうか、ここにいるゴキブリ全員に名前ついてるってこと？いやいや、まさか、そんなわけないでしょ。でも、ちょっとこの子を見てみてよ。ジーコ？お前、ジーコだったのか。名前ついてたんだ。よかったね。潜在かけてもし死んでたら、すぐバレちゃうとこだったよ。ゆうか、よくセンコの名前思いついたね。とにかく、ジーキング探さないと、新居もらえないんじゃないの？だね、だけって、ジーローレン。めちゃくちゃオシャレな色いるじゃないの。お前、ジーローレンだったのか。だけど、ジーキングではないのか。この辺とかももしかしたらいるかもしれないね。どうしたの？カッシー君、この子を見てよ。この子って、どの子だよ。ジーマントヒヒ。センコもよく名前思い浮かんだねって思ってたけど、結構適当につけてるかもしれないね。ちょっと考えるのめんどくさくなってるよね、きっと。ジーキング、どこかな。待って待って、僕がずっとゴキブリザイモンって呼んでいたやつはジータロだったみたいです。なんて答え、実は名前が違ったってことか。だから逃げてたんだね。ごめんな、ジータロ、名前を呼び間違えるなんて。しても、ジーキングどこにいるんだろうね。全体もいる中から見つけられるかな。キングっていうくらいだからな、きっと大きいんじゃないの。大きいってなってくるとあれぐらいかな。ほら、あの窓際にいる結構ビッグなやつ。うわぁ、微妙なサイズ感の違いだな。この子はジーキングなのか。ってわぁ、ジーキングみたいだね。あなたがジーキングだったんですか。この大きさ、もしかしてだけど、昨日私たちと一緒に食事やティータイムを共にした子じゃないのかな。確かにこれぐらいの大きさだったような気がするね。ってことは、これでミッション達成？取扱説明書には他には何も書いてなかったな。ミッションも達成したけど、これどうしたらいいのか。
あれー、ゲームマスターがやってきたみたいだね。約束通り新居をくれるみたいだよ。でもこのみんなと一緒に暮らすことになるんだって。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録高評価よろしくね。秘密基地にも遊びに来てくれよな。 Twitter と Instagram も